そのための具体的なプランはどうかね、佐藤君。御社はヒーローとの戦い以外、表立って悪の組織としての活動をしていません。それは怪人の性能向上のために運用のテストを繰り返している段階ということでは。つまり現時点で重要視しているのは怪人の開発と運用の範囲拡大。しかし世界征服を目標とするにはいささか悠長と感じる部分もあります。私ならばより効果的なプランを提案できます。レオちゃん、これ演技だよね。本気で正義を裏切ろうとしてないよね。なるほど、なかなか鋭い指摘だ。君たちを採用できないのは残念だな。年齢のせいですか？正義を憎む気持ちに年齢は関係ないと私は考えますが。だからこそ責任の得る年齢でなければ採用できぬ。なぜなら悪の組織はヒーロー相手なら子供とでも戦うからだ。言うまでもなくまともなものではない。無論子供を潜入捜査に使う組織も到底まともなものではない。バルタル、やるぞズワルト、ストライクローデー。さて次の質問だが、なかなか昨今厳しい業界ではあるが、今後どうなっていくと思うかね。そんなの私たちが全部まとめてぶっ潰してやるよ。では最後に何か言っておきたいことはあるかね。調子に乗ってんじゃないよ、マフィアフルバースト。うわー、お逃げられたみたいだね。どっちが悪なのか。